羽生結弦さん×内村航平さんか冬の五輪王者の豪華共演が実現表情とマットで同時に演技披露。フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年ピョンチャン五輪を連覇し、昨年プロ転向した羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー、羽生結弦乗ってステラタが10日、宮城、積水ハイムスーパーアリーナで開催された。ショーはタイトルナンバーの、乗ってステラタで幕を開け、羽生さんの気持ちのこもった美しい滑りが、一気に観客の心を引き込んだ。スペシャルゲスト、として参加した体操男子の個人総合で12年ロンドン、16年リオデジャネイロ五輪連覇の内村航平さんは、前半の最後に登場。羽生さんとのコラボで、冒険家クリストファー・コロンブスの生涯を描いた映画から、コンクエスト・オブ・パラダイスを演じた。二人の共演にふさわしい荘厳な曲調に乗せ、羽生さんは火神、内村さんは床運動のマットの上で同時に舞った。羽生さんがスピン、内村さんが円まで旋回を同時に披露すると、大きな拍手が沸き起こり、五輪金メダリスト同士の豪華共演に、会場からは歓声が上がった。グランドフィナーレの、道、では、内村さんもスケート靴を履いて登場し、宮原智子らに手を引かれ、リンクを周回した。11日で東日本大震災発生から12年を迎える被災地でのショー。タイトル、ノッテステラタは、イタリア語で、満天の星、を意味する。被災した羽生さんが震災の夜、停電の暗闇、